はい、えー、速化塾のコブです。時は金なりと言いますけども、これはどういう意味という風うに私が解釈しているか今日はお話ししていきましょう。それはですね、どんな時間を過ごしていてもそれをお金にすることができるという意味なんですよね。1時間過ごせば1時間分のお金を得ることができるし1年過ごせば 一年分のお金を得ることができる。どんな時間を過ごしていてもですね、私はお金に変えることができる。だから、時は金なりという話をね、今日はさせていただこうと思います。例えばですけどもね、えっ、ー、と、先月の話です、先々月になりますか。先々月、私はあとトランザムに乗っていてですね、トランザムのエンジントラブルに見舞われました。まあ、エンジントラブルに見舞われましたら、通常ですね、えー、予定が狂って、時間が潰れて、もうね、失うことばかりのような気がしますけども、私はすぐにカメラを回したわけですよね。で、YouTube にアップロードすることによって、 自分の本来だったらマイナスでである時間をですねプラスに変える要するにそこからですね資産を得てるわけなんですよ広告収入ですとか多くの方のコメントですとかね新しいチャンネル登録者数ですとかこういうものを頂い,いてますだからすごい、えー、過ぎる時間っていうのは全てをお金に変えることができるんではないかなということですよね、えー、そしてですね先週の話ですけども私は名古屋駅で降りて新幹線を降りてなんとですね大転倒してしまったんですよ 大怪我をしましまたあ救急車で運ばれるような、そんなね、手術が明日にでも必要なんじゃないかなっていうけがをしました。そのけがをしたわずか30分後、私はもうカメラを回して、自分の状況をですね、ライブ放送で、こんなことになりましたって放送するわけですよ。 当然それ後ほど YouTube にアップロードしたわけなんですけども、ここもアクセスを呼んでですね、やっぱり少しでもお金に,に変えようとしてるわけなんですよ。自分のトラブルこそお金に変わるわけですよね。他にもあります。えー、実はですね、昨日の話なんですけども、私はリフォームをしようかなと思ってライブをしてたんですけども、IH 家電っていうのがありますよね。IH のクッキングヒーターとかね、調理器具ですよね。 電磁調理器ってやつですけども、これがですね、人体に悪影響が出るんじゃないかなってことで、私すぐにね、調べて、そして一つのね、スライドショーを25分ぐらいのまとめたんですよ。で、これっていうのは多分おそらくロングテールでこれからもね、常に回り続けると思うんですよ。要するに、すべての過ごした時間はお金に変えることができる。それが今の時代なんではないかなと思うんですよね。どんな人生時間も回収するという考えでございます。まあそういうふうにね、うん、買ったものを、 この買った金額以上に使えているか自分がそこに価値をどん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 生み出せているかっていう、まあ、そういうね工夫があお金に変わる力なのかなと思いますよね多くの方っていうのは何かを買ったら買っただけなんですよ でその機能、ほども使いこなせていない。例えばこういったスマートフォンですけども、スマートフォンでもですね、私はライブを毎日やっている。3年以上やってるんですよ。もう大方4年になるわけですよね。Facebook ライブってやつですけども、これ Facebook 使うの無料ですよね。Facebook ライブ使うの無料ですよね。えそしてそのライブ放送の模様を YouTube という、えー、まあ、積み上げ型資産にしていく。これも全部無料なんですよ。無料なのに、広告費その他、売上が上がる要素しかないってことは、自分の過ごした時間を全てですね、こういうふうにお金に変えることができているってことなのかなと思うんですよ。 まあこういうふうに全てのものをね使い倒していく先日はゆうちょ銀行の銀行口座ができましたけどこれもですね YouTube 動画でアップロードすることによってアクセスをロングテールで集めることができるわけですねそういうふうに単なる使いこなすではなくてもう人へはたいに使いこなしていくってことによって自分の生きてきた人生全てを資産に変える資産に変えながら生きていくってことができるんではないかなと思うんですねこの辺はですね まあ吉谷さんも結構上手なところではないかなと思いますうんすごいですねやっぱりねアイコスとかそれから R34 で R34 のトラブルで多くのね アクセスを集めてていいいるとところなんてすごいなんすす。ご思ま現在はだからアクセス至上主義とも言えるのかなと思うんですよ。インターネットをはじめリアルの現場でも多くの人に見てもらえるような自分のプロデュース、自己プロデュースとかね、自分を演出することができる人そのものが人生の価値を生み出している一つの指標なんではないかなと思うんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それではですね、また別の動画でお会いしましょう。では失礼します。